一個一個要素上げていくとリンクしてくる部分は多い気がする。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。エイティーズさんたちのライブのオープニングアクトというところで BE:FIRST さんたちが出演されてということで、この YouTube に上がっている映像を見させていただきまして、非常に大きく盛り上がり、そして現場のファンの方たちからの声援も熱くいただき、でオープニングアクトってすごくやっぱり大事なのが、エイティーズさんたちのライブに BE:FIRST さんたちが出させていただいているというところで、見に来てくださってるお客様たちはやっぱりエイティーズの皆様を見に来てくるっていうわけじゃないですか、っていうところのそのファンの方たちの気持ちを高め、バトンを主役に渡しに行くっていうすごく大事な大事な役割、エイティーズさんたちが好きな、ファンの方たちからすると BE:FIRST さんたちのテンション感だったりとかパッションっていうものは絶対に理解していただけるというか、最高じゃんっていう風に言っていただける環境でもあったよねっていう風に思うので、ファンの方たちからするとエイティーズさんたちと少し重なる部分みたいなものがある BE:FIRST さんたちの姿っていうのは見ていて気持ちがいい部分でもあったんじゃないかなっていう風に思うところでもございます。これですね、 BE:FIRST さんたちの、ライブについてお話をしていくというところでございます。このオープニングアクトの時のこのシーンを選んでるのは、ここのお客様たちがどういう風にこう反応してくださってるのかなっていうのが結構見えてくるところでもあったので、まあいろんなアングル出てるんですけれども、ソーダくんのこのバイブレーションからでヒャーっていう声が結構聞こえるんですよ。でおそらくこのあたりはやっぱり BE:FIRST さんたちの音楽の部分がすごく刺さってるような気がするんですよね。刺さってるというか、音楽をやっぱこう楽しむっていうところが見てるお客様たちやっぱりすごく感じ取っていらっしゃるなというふうにも感じたので、初めて見るパフォーマンスであったとしても、うわここやばいじゃんみたいなかましどころがあるんですよね。そこに来てるオーディエンスのお客様たちがしっかり反応してるっていうのが僕の中ではまたすごくね嬉しかったポイントですね。でタイトルのところに〇〇くんって書いてあるんですけど、りょうきくんすごいっす、めちゃめちゃ海外向きだなというふうに思ったんですけれども、改めて今見てて感じました。このアグレッシブさが向こうの人たちの心をつかむ、りょうきくんの爆発力みたいなところってエイティーズさんたちのそれと近い部分あると思うんですよね。なんか勝手にですけど、多分ね両チーム様結構見てるからってのもあると思うんですけど、それぞれのグループさんの各ポジションというか、皆様の得意としてる見せ方だったりとかパフォーマンスの色味みたいなものがなんか伝わってるんじゃないかなっていう風にも思いますね。やっぱキャラが濃いですから、両チーム様ともね。これめちゃくちゃかましてましたよ。このメインストリートでファッって止まってからのカッツッカッっていうストップ&揺れ抜きみたいなところでめちゃめちゃ湧いてたんですよ。さすが LA。 これはだからやっぱり BE:FIRST さんたちのやってきたことが間違いないっていう、自分たちがこれいけたな、これ絶対にやばいってなったものがちゃんと世界でも通用してるっていうところですね。またエイティーズさん分析みたいなところになると、エイティーズさんたちも結構そういう抜き感だったりとか、ヒップホップのサウンドの中でも結構早めにねラテン系取り入れたりとかしていて、音楽的な感性だったりとかダンスの感性とかもそうなんですけど、かなり洋楽寄りで、ダンスも結構ヒップホップのテイストのアンダーグラウンド寄りの振り付けとかが多いんですよ。だからダンスすっごい好きな人とか、音楽こだわって結構アンダーグラウンドなサウンド感好きな人たちが多いんじゃないかなっていうイメージ。なんかこう神話性メインストリームわーってなれる方たちなのかなっていうふうにも思いましたね。やっぱりエイティーズさんたちを普段から見てるからこその分かるポイントでもあるんじゃないかなと思ったりとか、ここりょうきくんチュエーンのこのうわーってなるところと、さっきのソンファくん見ていただきたいんですけど、リンしちゃうんですよね。両チーム様がなんかねやっぱ繋がってると思うの勝手に繋げてるんだけど、来た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 、ここうわーみたいな、彼誰みたいな。しかもこの距離感で見ててもわかるんですけど、体がしっかりしてるじゃないですか、りょうきくん。これもね結構ある気がするな、マッスルの部分。またちょっとサンクに戻っちゃうんだけど、サンクもだいぶバッチバチのバッキバキなので、ここもめっちゃ湧いてた。
いや嬉しいです。で、音数もそんなに多くないじゃないですか。結構渋いですよねっていう、そのドープ感とかもやっぱり合う。とりあえず今回エイティーズさんたちの例えばウォークとか音数そんなに多くないじゃないですか。まあ最後にすごい盛り上がりますけども、あの音数の少なさみたいな、だからねやっぱね一個一個要素上げていくとリンクしてくる部分は多い気がする。描いてるものが似てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。すごくいいポイントが似てるというか。いやーすごいなー、りょうきくん、ここも湧いてますもんね。やっぱりストップとか、あとこういうクンクンクンっていうずらし感だったりとか、ヒットっていうのは言語を超えますね。言語、まあダンスが超えるんだけど。イエーイ。